ユカタン半島の衛星写真ユカタン半島のイチトゥルム遺跡ユカタン半島はメキシコ、グアテマラ、ベリーズにまたがりメキシコ湾とカリブ海との間に突き出ている半島石灰岩からなる非常に広大な大地でありカルスト地形が発達している雨は土に染み込んで地下水脈を流れその一部は背の手として湧き出している地上に川はない北西端 地区シュルーブの地底深くに恐竜の絶滅ない死中生代の終焉をもたらしたとされる隕石によるクレーターが沈んでいる。マヤ文明の遺跡が多い。メキシコにおいては最も新しく形成された地域で大部分が森林地帯からなる。行政的にはユカタン州、カンペチ州、キンタナロー州の3州が占める。ベリーズやグアテマラも この半島の一部に国土が及んでいる。なお、もともと、キューバとユカタン半島とは地続きであったが、後に、現在のユカタン海峡に相当する部分が海没して、現在のように切り離された。他のカリブ海地域土様、大西洋ハリケーン体に位置する。平坦なため暴風の影響を受けやすく、2005年は、カテゴリー5のエミリーとウィルマが観光地を襲った。雨の日は、 少なく4月で7%、10月でも最大25%である。風はあっても湿度が高い。半島を占めるのは熱帯の密林であるが、森林破壊が進んでいる。床端とは、現地語で、お前の言っていることがわからないを意味するヤックアキカトンが由来とされ、公益商人が地名を聞いた時に、現地人が答えたものを勘違いして伝えてしまったのが、 語源であると広く信じられていた。しかし、ナートル語で肥沃な地を意味する、ヨカートロンが、由来との説など、正確な語源については、諸説ある。ユカタン半島はより広いユカタン卓上地が、地表に露出した部分で、全体が石灰岩、区配位は、蒸発岩でできている。したがって、カルスト地形が見られ、北部低地には、セノーテと呼ばれるドリーネが広く分布する。 アルバレス仮説によると白亜紀末に小惑星が衝突し、これが生物の大量絶滅を引き起こした。北の海岸町のチクシュルーブ沖合に衝突クレーターの中心がある。衝突の衝撃波の跡が地下1キロメートルにある6,550万年前の岩石に残り、地表でもナサ衛星画像によりセノーテリングとして知られるようになった。近代の初めまで放牧。 材木伐採、チクルとエネ県の生産が主要産業であった。エネ県から取れるサイザル朝の名前は、床ン州の関出港サイザルに由来する。70年代に合成代用品の出現で、チクルとエネ県の需要が減退したため、半島特に、金棚流州は、観光産業を目指した。北東部の貧しい漁村だったカンプンは、今や、大発展している。 東海外館訓とトゥルムの間にあるリビエラマヤにも多数のホテルがあり、年間数百万人が訪れる。最も有名な場所は自然環境公園を用し、マヤ遺跡があるプラヤ・デルカルメンである。ありがとうございます。